ダチョウ倶楽部が2人バージョン、熱々おでん、熱湯風呂、お披露、このまま終わらせるわけにはいかない。ダチョウ倶楽部の肥後克広、59、と寺門ジモン、59、がテレビ朝日系、アメトーーク。ダチョウ倶楽部を考えよう2時間 SP、580、に出演。二人バージョンの熱々おでん、熱湯風呂を披露した。番組の中では、ダチョウ倶楽部の数々のギャグを今後はどうするのかをトーク。熱いおでんを食べてリアクションを見せる熱々おでんについて肥後は、このまま終わらすわけにはいかないので、一応二人でできるおでん芸を考えてきた、と言い、二人バージョンを披露することになった。ジモンが、やめろ、ジモン、と誰かに抑え込まれているかのように演じ、肥後はおでんの具をジモンだけでなく、自分自身にもつける役割に。初めてやる、と不安な様子の二人だったが、息の合ったやりとりを繰り広げ他の出演者からは、面白かった、と声が上がった。さらに、新、熱湯風呂、もお披露目。肥後は、上島。お前の伝統芸能、熱湯風呂は俺らがやるぞと上島竜兵さんの写真を抱え、一緒に入ろうと熱湯風呂に近づいた。絶対押すなよとお決まりのセリフを言い放ち、ジモンが肥後の足を押すと上島さんの写真だけが熱湯風呂の中に落下。ある、まさかの展開にスタジオからは笑いが起き、肥後が熱湯風呂に入って上島さんの写真を救出。最後に、ハッピーターンとポーズを決めると、土田照之、49、は、上島さんを持ってるのは面白い、と笑い、有吉弘行、48、も、もっとお客さん引くかなと思ったけど、全然大丈夫、と感心していた。